さて同島の厚岸町の山林で100頭を超えると見られる鹿の死骸が見つかりました何者かが不法投棄したと見られ警察が捜査しています鹿の死骸が見つかったのは厚岸町内の国有林です先月13日国有林を調査していた作業員が作業道の奥で鹿の骨や皮を見つけましたその数は100頭を超えると見られ 50メートル四方の広い範囲に散乱していました。中には角だけ切り取られたとみられる頭蓋骨もあり、北海道森林管理局は何者かが角や肉だけを持ち帰り不要な部分を捨てたと見ています。これだけ大量な量になるとですね、あのこの場所だけでですね、あの取れたものというのはですね、やっぱり考えにくいと思ってまして、やっぱり持ち込んだもの車で。 運搬してま捨てられたような形になるんじゃないかなと思います鹿の死骸を放置することは廃棄物処理法などで禁止されていて警察が捜査していますまた数百メートル離れた林道では工事が行われています北海道森林管理局はクマを呼び寄せないよう死骸の回収を急ぐとと,ともに現場に監視カメラを設置して警戒を強めています